皆さんこんばんは、ムームーンです。はい、はい、ということで今夜も始まりました、うん、MM トーク。今月のトークテーマは、うん、私が考えましたので、はい、発表したいと思います、うん。まあ、3月で、うん、もうそろそろ春ということですので、うんうん、満開の桜を見るのにおすすめのスポットは、おー、なるほど、はい、いいですよねじゃあこのままちょっと私から発表していきたいと思います。はい、うん、はい、それでは、私は大阪出身なんで、うんうん、やっぱ関西のおすすめスポットをちょっと話していきたいなと思うんですが、メグ、うんうん、がよく言ってたのが、うん、あの大阪のなんか造幣局っていう、うんうん、あのお酒を、うん、お酒じゃないよ、あのお札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 を、うん、とか、まあなんか、まあ、効果もやってんのか分からんけど、うんうん、まあ、とにかくお金を製造する工場みたいなのがある、うんうん、そこがなんか普段敷地を閉鎖してるんやけど、うん、なんか桜が咲くシーズンだけなんか無料で一般開放みたいなするんね、うん、でなんかめっちゃいろんな種類の桜がなんかブワーってこう咲いてて、その花道みたいな、まさに花道みたいなのをこうやって通っていけるみたいな、うんうん、サービスって言っていいか分からんけどがあってそれによく行ってて、うん、だから、まあ、多分シーズンが限られてるから、まあ、ホームページとかでどうぞ見てくださいって感じなんやけど、うん、まあ、あの関西の人は、うん、まあ、知ってると思うけど、うんうん、まあ、もし機会があれば皆さん行ってみてください、うん。まあ、あとはなんといっても大阪城ですね。あ、そうなんだなんか大阪城もめっちゃ桜あるんや。へえ、そうで、まあ、やっぱ、うん、特に歴史好きとかはないけど、うん、ないって感じなんだけど、でもやっぱなんかその大阪城と桜みたいなのが、うんうんうん、やっぱなんかすごい和を感じるので、うん、おすすめです以上です行ってみてください。はい、じゃあ続いて、はい、クレアちゃんは、私おすすめの桜のスポットなんですけど、めぐちゃんがさっきあの大阪って言ってたので、私もその生まれ故郷の北海道でどっかないかなって思ってみたんですけど、うん、なんか私北海道住んでた時にお花見した記憶がなくって、なんか北海道だとちょっと遅いんだよね、咲く時期が。やっぱり寒いから桜一応咲くんや。うーん、でもなんかあんまり記憶ないんだよね。そうなので、うん、あの私がいつもよく行ってた、うん、あの横浜の方なんですけど、はい、横浜のあの港未来はもう特にそのお花見スポットじゃないけど、うん、その観光もできるしお花見もできる、まあ、桜もねいっぱい咲いてるし、うんうん、そうなので結構春は混みます、ね、なるほど、一緒に行ったもんな。そう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 、あの時もなんか確かにめっちゃ混んでたかも。混んでたよね。なんかさ、うん、その木の根元になんかベンチがあってさ、うんうんうん、座りたいけどなかなか座る場所を探せずに、うん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 、あ、いた、行こう行こう行こうみたいなさやっと座るみたいな感じだったよな、うんうんうん、確かにそうなのよ。確かに ね、そうそう、だから至る所に咲いてるのと、うん、もうあの桜の時期は私その自分の家から駅に行くまでに、うん、めっちゃね桜並木みたいなとこがあるの。いやもう最高やんそれ家バレするけど大丈夫まあ、あの場所は言えないけど、そう場所は言えないんですけどまあだからもう毎日もうそこで見てもうお花見気分を私は味わってます。あ、いいですね。そうということで港未来と場所は言えないけど自分家の近所周辺にはいっぱい桜が咲いている、桜が咲いてるということです、はい、なのでぜひ港未来の方へ、うん、はい、行ってみてください、はいはい、それでは、次回のトークテーマは、はい、クリアちゃんから発表してもらいたいと思います。はい、次回のトークテーマは毎日まめにチェックしてしまうものはです。はい、もうさ毎日シリーズめっちゃ来てるよ毎日まめにチェックしてしまう、そう、まめにチェックしてしまうもの、なるほど、考えておきます。はい、はい、ということで今夜もご視聴ありがとうございました。ムームーでした。おやすみなさい最後までご視聴いただきありがとうございました。ムームーの YouTube チャンネルではカバー動画やオリジナル曲を定期的に投稿しています。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。